男子で94年ぶりの3連覇を狙う羽生結弦、アナは、ショートプログラム SP で95.15点をマークして8位発進した。ここは五輪という強い気持ちはあったか。2日前に入った理由を。初めて SP 首位で内順位でフリーを迎える。英語で 4A はフリーで飛ぶのか、成功できるか。から10日にどんな天と地とを見せたいか。